はい、まずはですね、茨城市で開催されます茨城スイーツラリーについて紹介したいと思います、はい、VTR ご覧ください、どうぞ。皆さんこんにちは、読者モデルの久保です。さて今回はさつまいもパワーで街の活性化を狙う茨城市のイベントを紹介したいと思います。今回紹介するイベント、茨城お芋スイーツフェア、この催しは市内のスイーツ店の力を街の活性化に活用しようという思いから考えられたもので、今回で2回目。茨城で採れたさつまいもを使用したお菓子作りを通して街のにぎわいの一つにしようとしています。11月中、茨城市内ではいろんなイベントが開催されます。今回はその一つ、11月9日から12月1日までの期間で行われている茨城スイーツラリーを紹介します。このラリーは茨城市内の和洋菓子店が参加し、さつまいもを使った新商品を開発、その商品を食べ歩いてスタンプを集めるというもの。参加するお店はなんと24軒。どんなさつまいものスイーツができているのでしょうか。今回は3軒のお店の商品をピックアップして紹介します。1軒目は洋菓子のお店、茨城市鮎川にありますケーキの森シュエット。今回スイーツラリーで食べることができるお菓子はさつまいものモンブラン。さつまいもは繊維が多いので、なるべく口当たりのいいように裏ごしして仕上げました。味はなるべくさつまいもの風味が出るように、甘さは控えめに作りました。茨城のさつまいもは美味しいので、皆さんに食べていただきたいです。すごい生クリームがあっさりしているので、さつまいものクリームのところの甘さがすごく際立って美味しいです。下のスポンジもふわふわでとても美味しいです。そして2軒目は和菓子のお店、茨城市永大町にあります毎度鬼太郎。今回スイーツラリーで食べることができるお菓子は焼き芋入り今川焼き、パックリーモと到来です。パックリーモはパクッと食べていただきたいので、むしろお芋がしっかりした感じに仕上げてます。で、到来はベースが芋のクリームですから、とろっとした感じに仕上げました。特に子どもたちは大好きです。で、その子どもたちの意見聞きながら作りましたので、このお芋のクリームは多分皆さん好きだと思います。はい、ぜひどうぞ。はい、すごく甘くて美味しくて、クリームが本当芋のクリームの中にゴロゴロって芋の塊も入ってて、すごいその食感も美味しいですね。すごい子供も大好きな味だと思います。はい、そして最後は茨城市永大町にありますフランス菓子ドエル茨城店。今回スイーツラリーで食べることができるお菓子はさつまいものタルト。茨城で採れたさつまいもを主に使って焼き上げたタルトでございます。バターや生クリーム、卵などを加えてクリーミーな食感でとても美味しく仕上がっております。お昼頃の焼き上がりになると思いますが、限定数となっておりますのでご了承ください。お客様のご来店をお待ちいたしております。いただきます。すごい中のタルトの中にも芋がたくさん入っていて、上にも芋が乗っていて、素材自体の甘みがすごい出ていて、すごい美味しいです。何個でも食べれそうです。今回このイベントに参加するお店は全て茨城市内にある店舗です。エントリーしている24店のお店では、茨城市内で採れたさつまいもを使った新商品が楽しめます。茨城スイーツラリーの参加など詳しくは茨城お芋スイーツフェアのホームページでご確認ください。またラリーに参加いただき、たくさん回れば素敵な景品も当たります。さつまいもを使ったスイーツ、秋にぴったりのイベントです。美味しく楽しく召し上がってみてください。お芋さん大好きね。女子はやっぱり好きですね。いろんなお芋がありますけども、はい、
茨城の紅はるか、それを使って24店舗のスイーツのお店がですね、言ったらもううちが一番のスイーツを作ろうと頑張ってるわけですよ、私のために。これは回らないと。いや、そうですよ、だからね、今回紹介したお店の商品はもちろんいろいろありますけれども、中でもやっぱり僕のおすすめはですね、やっぱ市民スイーツコンテストで最優秀賞を飾ったグルランタルクさつまいもタルト、押しますね、これをね、まあまあ番組でも紹介しましたけれども、そのケーキがティコラッテパティスリー茨城店さんで味わえると、よく言いましたね。この茨城スイーツラリーですね、11月9日から12月1日まで行われます。十分全店舗を回る期間じゃないでしょうか。ゆっくり回ってくださいね、詳しい情報は茨城スイーツフェアで検索してみてください、